帰ろう。帰ればまた来られるから。日本海軍のある将軍は、こうつぶやき作戦中止を決断した。だが、この判断が後に奇跡と呼ばれる作戦の成功へ繋がるのだった。木村正富中将。鬼塚島撤退作戦の指揮を取り、全員無傷で作戦を終えるという、奇跡を起こした。鬼塚島撤退作戦は、霧と電管が作戦の成否を分けた。一度目は実施時期を何度もずらしましたが、霧が晴れてしまったことから、部下の猛反対を押し切り、作戦の中止を決断した。二度目は全ての要素がうまく絡み、運も味方につけ、島に残されたおよそ5200名全員を、収容し撤退した。無傷の撤退作戦は、無事に達成することができたのだった。この作戦を正富は公言せず、戦後に雑誌の取材で公表するまでは、家族もこの事実について知らなかったそうだ。